はい、どうもジョス、りょうしこです。前回の俺のしましまの服を、囚人服とかほざいたやつ、絶対許さないからな、お前ら。はい、で、今回はね、先日、やっとね、行ってきましたよ。トーカーラウンド1。いやー、遠かったね。まあ、やっぱりゴリアスさんの視点、はじめとした、まあ、いろんな視点取れましたね。まあ、顔場の視点とか、まあ、もろもろ。その他にも俺の一応使ってるキャラ全部取ってきましたね。一応ゴトラとアルトロンはちょっとみんなもういらない、お前のゴトラとアルトロンって人多いと思うんで、まあ、そこは今度今回取ってきたのはセブンソードだよね。まず実は俺エイジ3乗れるんですよね。エイジ3とまあ僕のマキブ自体の俺が乗ってたゼノン、そこ取ってきましたね。まあなんでそこら辺もお楽しみいただければなって思います。今回の動画はね、編集いるじゃん、あの俺の編集くんラビッツ、うん、ラビって言うんですけど、僕もちょくちょく動画で名前出してるんですけど、ラビと組んだリボ3号機ですね。俺のリボンズ、うん、今重要ないって思って本当に覚えとけよ。ちょっとコメントでリクエストが多かったんだよね。っていうのもなんか結構ね、リボンズ視点お願いしますね。ロシグさんのリボンズ視点お願いします。あれ俺リボンズ乗ってるなんて YouTube で言ったっけなと思ったら Twitter からでしたね。まあ何を隠そう、俺今のさ中佐星4なんですけど、これ何枚目か忘れたんですけど、中佐星4のカードがあって、そのカードが一番乗ってるのがリボンズなんですよね。うん、なんだピョンカクついてないゴトラタンがね次に多くて、確かゴトラタンが400いくつでリボが500いくつだったかな。まあなんで多少は乗れますね。でなんでリボ乗ってんのって結構聞かれるんですけど、別にリボが強いからとかリボが楽しいから乗ってとかじゃなくて、あのさ俺結構相方にゲームを教える機会っていうのが最近増えてきて、ラビッツもその一人なんですけど、でやっぱりさ俺がセブンソード乗るとさすいません、みすぎさんが悪いです今の俺がさセブンソードのとさ、結構セブンソードって、俺のセブンソードってさすごい立ち回りが特殊じゃん。でさ特殊なさ三千との組み方は覚えられるかもしんないんですよ相方でも、その普通の三千との組み方っていうのが覚えらんないわけね。ってなると結構立ち回りって結構歪んできちゃうんですよね。俺そういう育ち方してほしくなくて相方に、だからもうひしこいてリボン全集して、でまあラビにひしこいて教えましたね。でね、やっぱり結果ちゃんと出ましたね。ラビがね出会った当時は確かね、まあドープレ隊で勝率4割で、でしかも階級が昇格と降格を繰り返してるっていう、かなり伸び悩んでる、結構皆さんのうちにもいるんじゃないですかね、そういうプレイヤーなんですけど、だったんですけど、僕と出会ってからね2ヶ月で伸び悩んでたのに、俺と出会ってから2ヶ月でですよ、もう少佐星4まで上がって今で、少佐星さんからさ無差別マッチングで有名ホテルいっぱいあったわけなんですよね。なんですけどその中で俺10連勝したんですよね、あいつと。俺のリボン勢ですよ、あの俺一人でゲームしたって、俺がセブンソードで10連したっていうのは、ああまあレオシグ一人でゲームしたんだなっていうの分かるかもしれないけど、俺のリボン勢ですよ、ありえない、完全にラビの実力も入ってるわけなんですよ。俺感動しましたねマジで、あの本当にね今年一嬉しかったかもしれないですね、あの10連勝の瞬間は。あ、教えてきたのが実ったなと思って、はい、いや本当にねすごい勝率も上がってきてますね彼、今本当に伸びが早かったですね。まあなんで今回の動画は俺のリボ視点とラビの3号機視点で、その俺の教えたことを皆さんにも伝える感じですね。まあ俺の意見って結構賛否両論なのかもしれないけど、一つの意見として参考にしていただければなって思います。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ってことでラビッツ視点ですね。うん、でこの視点はねちょっと実況するんじゃなくて、もう最初に皆さんにそのラビに教えてきたことを、まあ、単純なことではあるんですけど、話していこうかなと思います。まあ、彼に、まあ、出会って最初に第一優先に教えたことは、弾を当てることよりも、弾を避けることを意識すること。これを、まあ、一番に教えました。本当にこれが一番大事なので、低コストの、まあ、お仕事として。これを真剣に受け止めて、プレイに活かした人は、もう本当にラビみたいにすぐに伸びましたね。逆に、その、これを、なんかこう、ないがしろにして、なんか自分独自のプレイ広げちゃった人は、うん、変な成長の仕方しちゃったんでね。うん。で、この、低コストの仕事っていうのは何かっていうと、勝ち筋を作ることじゃないんですよ。あの、負け筋をなくすことなんですよ。低コストの仕事って。あの、勝ち筋を作るのは、高コストの仕事なんで。で、この、低コストの、その負け筋をなくすこと、それ何かっていうと、まあ、一般的に言われてる体力調整っていうやつですね。うん。で、この体力調整が崩れると、何がやばいかっていうと、何が起きるか。高コスト側がすげえ自由に動けなくなっちゃうんですよ。もう、低コストに縛られちゃうんですよね。そのさ、低コストが減ってさ、先落ちそうっていう状況でさ、高コストがさ、低コスト減ってる、俺も落ちたい、落ちる落ちるってならないじゃん。絶対さ、低コストやったらさ、やべ、じゃあ、先落ち譲るわ、俺下がるわってなるじゃん。このさ、高コストが下がると、基本的に、普通高コストが上がってさ、
勝ち筋を作んなきゃいけないのに、それができなくなっちゃうんですよ。低コスト化が相当な技量ない限り、基本的に低コストが勝ち筋を作るのはめちゃくちゃ難しいんですよね。だから、勝ち筋が、なくなっちゃうのと、それが負け筋に繋がっちゃうわけなんですよね。だから、もう本当に低コストは体力調整を第一優先にすること。で、今見ればわかるんですけど、ちょっとガガラ減っちゃったんですけど、俺が落ちた時にほぼノーダメだったんですよね。まあ、正直このくらいがちょうどいいですね。うん。まあ、多少減ってもいいんですけど、別に高コストが速攻減っても、リボンズかな全然逃げれるわけで、まあ、高コストのスペックなら、基本的に、逃げれるわけだから。だからね、うん。臨機応変に動けるから、本当に、いくら高コストが減ってても焦らないことですね。高コストが減ってて、焦ってさ、突っ込むとさ、まあ、減るわけじゃん、低コストも。それって結局悪循環なわけで、で、また高コストがさ、低コスト減っちゃった、どうしようみたいになっちゃうから、高コストは自力で自衛できるから、もう本当に低コストは、自分の体力第一優先でいいんだよってのを教えましたね。結局、高コストが低コストに期待していることって、援護じゃないんですよね。体力調整なんですよ。試合終わっちゃいましたね。だから、本当に、これを大事に。もう、自分の体力第一。弾を当てるより避ける。これを意識しながら戦ってみてはどうでしょうか？ちょっと似合わず解説しちゃいましたね。さあ、次の試合行ってみましょう。はい、続いて2試合目が、僕のリボ寸号機で、僕のリボ視点ですね。で、相手が2525。2525相手の時はね、基本的にちょっと怠慢にされると、低コスト側が持たないんで、まあ僕がラビの方に近寄りながら戦うって感じですね。で、何より勝ち筋を作りに行くっていうよりは、こう、相手から来てくれるんで、そこを迎撃しながら勝ち筋見出すって感じですね。ちょっとこの勝ち筋っていう単語は言いにくすぎる、マジで。ただでさえ滑舌悪いのにやめてほしいですね。で、さっき言わせてたんですけど、弾避ける、そのイメージみたいなのがつかないっていう人が割といると思うんで、まあ、結構僕的なイメージなんですけど、ドッジボールのさ、弾避ける感じ。あれでいい。こう、弾見ながら避ける。弾見ながら動くみたいな。本当にドッジボール感覚でやるとね、割とマジで避難減りますよ。俺結構一時期悩んでた時はね、それで解消しました。うん。アホらしいと思うけどね、割といいですよ、このイメージ。やってみればわかる。さあ、一回ラビが盾で固められたんで、助けに行くがゲロビもらって、さあ、寝かせられた状態でレックさんが覚醒入って、すごいいい覚醒タイミングですね、相手。さあ、僕は一回オバヒを見せて、レックさんをおびき寄せて、その間にラビを逃がしてと。さあ、一回ガガ当てて、いいですね。一発圏内入ったんで、サブから横角メインサブと。さあ、相手が、上に行ったとこゲロビで取って、そこから N かけ拾って、相手の覚醒抜け読んで、一回ガガサブで降りてと。さあ、ラビがいい感じに体力残してくれるから、まあちょっとね、ここ、相手に追われてたんで、覚醒抜けしたハイペリオンがね、あっち行っちゃったんで危なかったが、さあ、いい角抜けしましたね。いいですね。200以内に入ってくれるのはでかいですね。200以上か。ラビにも言ったんですけど、基本的にいい覚醒は、200以上で吐けば次、溜まり、安定して溜まるから、200以上なら吐いていいよとは言ってますね。さあ、一回ゲロビを当てて、さあ、その代償としてメインを食らうが俺がしっかり助けていって、さあ、正直ここどっち落としてもいい感ありますが、さあ、横サブを読んで、ステキャンサブをやるが、さあ、相手がオフになって覚醒を誘発させてしまった。さあ、相手が後ろにいるのを読んでから、ガガ一回出してから格闘を当てて、カットが怖かったが、ラビがしっかりゲロビで止めてと。いや、いいですね。いや、でも2525相手はね、うん。あんまり自分から攻めに行かない方がいいですね。何より相方をちゃんと守ってあげる。これが大事ですね。うん。やっぱりこれは固定ならではですよね。うん、難しいところではありますが。はい、続いて3試合目が、街やりの人と、最近後輩になりかけた、なり果てたガンダム YouTuber の人ですね。はい、でね、バリアントの方がゴリアスさんですね、あれ。っていうのも、隣マッチングしましたね。うん。隣同士でやったらマッチングしちゃって、違う、俺バリアントだよとか、わけのわからんことを顔場が言ってましたが、ガン無視でした。ゴリアスさんわかんないですけど、顔場に関しては、著しく PS 化欠けてるんで、うん、正直他のキャラ乗れるかという疑問はあるんですけど、まあ、本人も言ってましたね。マジで俺 PS ないんだよね、つって。さあ、ここ CS が変な曲がり方するが、
でね、川場はね、もう本当に、いや、俺本当に PS どうにかしたいっつって、マジでね、うん、頑張りたいっつってて、可愛いな、こいつが思って。まあ、時たま教えてるんですけどね。さあ、エクガンが今、解放楽器入れたんで、ガンマイブしますね。だけガガサブでブースト有利つけてから、さあ、ゴリアスさんの格闘が見事にスカって、重いコンボ食らってと。さあ、なんか、カオバもいい感じにダメージ受けてるから、さあ、一回ね、カオバがエクガン助けなきゃって、やっぱりね、そのカオバエクガン使ってるから、そのバリアント。あの、生地助けなきゃっていう意識もあって、ファンネル送ってくるが、無慈悲にも全部避けられて、さらにカオバの援護も全て避けられて、ゴリアスさんが落ちて、んさあ、しかもこれ俺、ゲラ見なかったんですよ。だから、カオバなら吐くかなって思ったら、こいつ見事に吐きましたね。そういうところだぞ、お前。さあ、俺が覚醒溜まってるんで、一回入っていきましょう。さあ、一回ゴリアスさんに適当なコンボね、寝かしてからカオバにゲロビ打って、さあ、一回ステキャンで避けられて、さあ、CS で着地ケアしてと。さあ、ガチャ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 やりつつ、まあ、ラビが全然減ってないんすよね。ノーダメっていうね。カオバ、なんで疑似体でやられてんのかな、あいつ。少佐欲しいように 40% にやられる金プレ。これはタイトル映えしますね。さあ、ゴリアスさんが一回も覚醒吐かずに、ラビのゲロビ落ちてしまった。これね、勝った瞬間ね、はい、動画がでーすっつって、ありがとうございますっつったら、めちゃくちゃ規制上げてましたね。気持ちいい気持ちいい。はい、続いて4試合目が、またラビ戦ですね。で、お相手がクソ危ねえ。クソ危ねえペア。で、あの、赤枠の方はね、カオバの動画で一回出てましたね。うん。俺も見たけど、めちゃくちゃうまかったね。さあ、俺、正直これね、ラビ守ってる暇ないんですよね。もう自分の自衛で手一杯なんで。さあ、一回リボキャノンの状態でダウン取られちゃってますね。あれ良くなくてね、リボキャノンの状態でね、エピオに寝かされるとなかなかやることがない。さあ、爆弾作詞です。一回逃げてって、俺が寝かされててさ、ちょっと危ないですね。さあ、こんなもん教えた覚えないっすよ、ラビさん。まあ、軽い爆なんか判定強いらしいですね。さあ、赤が覚醒入ってって、エピオンも入って、ここ抜けたのちょっと危ないかな。うん、覚醒二人に囲まれてたんで。さあ、一回俺がゲロビで助けて、ブースの方向間違えた挙句建物に乗っかってオバヒになる。なんだこいつは。さあ、なんで振ったんだ、格闘系手に振れと言った覚えはないが、さあ、ここしっかり俺がサブでケアして、さあ、ゲロビアルも赤枠に潜られてしまい、さあ、ここも振るが、言い訳どうぞ。はい。クソ。クソみたいな言い訳いただいたところで、さあ、一回覚醒抜けして俺が助けに行くが、さあ、覚醒抜けなんですぐ覚醒が終わってしまって、エピオンがおそらくあれ覚醒ある、ありました。さらにシステム、ゼロシステムのせいで俺が助けに行けなかったが、なんとかね、俺が臨機応変に赤枠の方を狙って、で、ラビが爆動作で横角避けて勝利と。いやー、スレスレでしたね。なんで、こいつよ、この格闘、格闘なんか変ですね。歪んでますね、これは。はい。で、ラストが、また僕のリボス戦ですね。で、相手がバイルグシオンのね、結構タイマン強いペアなんでね。まあ、僕も気張ってましたね、ここは結構。集中しながらやってました。さあ、見ていきましょう。さあ、ここ一回ちょっと危なかったが、しっかりサーチ返してね、振り向きにならないようにガガサブしましたね。さあ、CS 当てて。で、バイル相手に俺結構ね、リボで意識してるのは、あの、メインの圏内に基本的に入らないこと。入ったらこうやって飛び越えるなりして、まあ逃げることですね。で、まあメインの圏内入った時は大体着地ケアをしっかりしますね。こうやって、特化でね、戻る時にね、サブでキャンセルしてあげると落下が早くなるんで、まあだいぶ、もう本当にリボは基本的にメイン指導で取られるんで、そこだけ気をつければ結構バイル戦有利ではないでしょうか。さあ、今一回ゲロビ当ててから CS で距離調整してもう一回ゲロビ当ててと。さあ、一回相手のサブが見えたんでガガサブで対処して、一回盾固められるもね、バイルっていうキャラが結構、固めた盾をね、取りにくいキャラなんで、剥がしにくいキャラなんでね。さあ、ここ一回バイルが覚醒を入っ
で、一回ラビに助けてもらうも取られてしまい、さあラビが覚醒抜けして、これやばい！グシオンとバイル両方覚醒してる状態で追われてるが、さあしっかりラビがバイルの方を迎撃するも、グシオンはさすがに迎撃できず、一回取られてしまい、さああの体力はさすがにもう見捨てるしかないですね。僕も一回ここバイルの格闘を釣ってから振り向きメインサブで降りて、さあ下見当ててと。さあまあまあ言うてこの体力ならね、ワンチャン両前衛で攻めることもまだできるんで、さあ若干ラビがまあ体力減るの待つなりしてって感じですね。さあ一回減らされてダウン取られるもラビ、あらーなんか見えたなんか見えましたね。ラビさ、隠さずぶっぱだか教えてないよ俺。なんでそういうことするのねえ、避けられたらどうするのあんた、本当にもう。まあこれからも頑張ろうぜってことで。はい、ご視聴ありがとうございました。今回は、まあ俺の YouTube のパートナーのラビとの動画でしたね。いやーまあ、拙いリボンズ視点やら、ラビのガバガバ三号機視点やらで、結構視点的には、っていう方もいるかもしれませんが、あ、そこはご容赦ください。まあ、今回はその、僕のその教えを、まあ皆さんの役に立ってもらえればなっていう、そういう動画だったんで、で、あともう一つ実はね、目的があって、その、僕の編集のラビッツの存在が認知されればいいなっていう、そういう意図もありました。あのね、本当に僕一人のチャンネルじゃなくて、僕とラビのチャンネルなんで、で、これからもどんどん YouTube 活動長いことやってくるから、まあ、ラビ、皆さんとのラビと、その視聴者の、まあ、その、なんだろう、付き合いも長くなってくだろうし、だから、認知してくれると僕的には本当に嬉しいです。よろしくお願いします。いや、でも、今回のその、僕の教えはね、まあ、正直、結構賛否両論っていうか、なんだろうな、まあ、極論なんで僕の意見は。まあ、だから、本当に一つの意見として、まあ、一つの、まあ、ざれ言ぐらいですね。僕の一つのざれ言として、まあ、頭の片隅にでも止めておいてください。いや、でも実際ね、本当に、この動き、この教えを、ちゃんと、真剣に受け止めてくれた人は本当に伸びてるんで、すごい勢いで。だから、まあ、正直、みんなも、もしかしたら役に、みんなにとっても役に立つんじゃないかなって、っていう、そう思って動画にしました。はい、いやー長々とね、今回は解説の多い動画でしたね。俺解説好きじゃないんだよね。舌回らんマジで発狂するわ。まあそんな感じだ。まあとりあえず、本当にラビッツは YouTube の相棒なんでね、まあ、みんなも Twitter な、なんやらフォローしてあげてくれ。マジで多分本人喜ぶだろうしね。はい、そんな感じでした。次回はね、なんだろう、多分ゴリアスさんの動画かな？わかんねえわ。とりあえず、ソーカラウバンの動画がしばらくバーッと上がると思うんで、お楽しみください。はい。じゃあ、お疲れ様です。次回も見てね。バイバイ。